国民の皆様の負託を、に対して答えることができず、ここで、深くお詫びをいたしたいと思います。すいませんでした。この研究は将来の月や惑星探査などを見据え、地上と通信ができない状態でのストレス値の評価を目的として2016年に開始されたもので、古川聡宇宙飛行士らが責任者を務めていました。研究は宇宙環境に見立てた閉鎖された空間で行われ、 JAXA によりますと、研究の中でデータの多くが書き換えられていたり、存在しないデータが作成されたりするなど不適切な行為が認められたということです。 JAXA は再発防止に努めるとしていて、古川飛行士の処分については管理監督責任があることから適切に対応していくとしています。また来年に予定されている宇宙飛行の変更は考えていないということです。